よいしょ。こんばんは、こんにちは。トゥ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 ルトゥル。トゥ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 。よいしょ。ワイヤー星人さん、クッキーありがとう。こんにちは、うん、こんにちは。キラーズさん、クッキーありがとう。カミテレさん、クッキーありがとう。ソルさん、チョコレートありがとう。ソルさん、クッキーありがとう。リコピンさん、クッキーありがとう。マックとモスどっちに行くべきですか？モスあんまり食べたことないから、マックに行くべきです。町の電気屋さん、クッキーありがとう。コミテルさん、クッキーありがとう。ちょっと朝からね言ってたんですけど、ちょっと喉がねマジでめちゃくちゃ痛くて、そう、今もう来週に学習発表会なんですけど、それでちょっと喉がいか
れてしまったということで。ポジさん、ハートありがとう。カイさん、クッキーありがとう。先月の僕隊でリエッチに頭をつけて面白かったっけ。本当に面白かったですか。嬉しいな。柏木さん、クッキーありがとう。でもあれわざとじゃないんですよ。ゆうぴょん、ハートありがとう。でめっちゃ笑っちゃって申し訳なかった。西川さん、クッキーありがとう。龍角さんね、舐めたいんですけど、めっちゃ好きなんですけど家にないんですよ今。ちょっとミンティアじゃ食べるね。今日はマジで大事なんですよね。あと1日ということで、今日めっちゃ大事にすると思って。クッキーお願いします。リコピン、ハートありがとう。チョコレートもありがとう。あれ美味しかった本当に。ヒューピョン、クッキーありがとう。クリミン、クッキーありがとう。本当にマジでイベントがあと1日なんですよ。そうなんですよ、イベント6位から8位の間に入りたくて頑張るのでお願いします。イベントは充電をしていただけると 1.2 倍になるのでお願いします。そうですね、お願いします。マジでちょっと絶対に頑張ります。でキャンペーンは14日までなんですけど、1位が絶対いいので、絶対1位がいいので頑張ります。今3位なんですよ。クリーミン、チョコレートありがとう。そうベスト8はそう守りたい。マミーさん、クッキーありがとう。1週間早い。確かに。アキワさん、クッキーありがとう。早く感じます。こんな時期あれやけど、明日誕生日なの。 OK、 明日誕生日ね。 OK です。帰り、こんにちは。どうすんの。ん、クッキー作る。残りの。そうだね、作る。私が言った音が伝わってなかったんです。今新さん、100回目の方もありがとう。佐々木さん、はじめまして。そうなんですよね。20分時間ちょうだい。うん、みーちゃん、こんばんは。毎日すごい頑張って、ありがとう。頑張ります。ね、これさ、こんばんは。こんにちは。くるみちゃん、クッキーありがとう。そう、今日ほんまに大事で、今日ガチで大事な日です。ほんまに大事な日っていうか、イベントが大事な日です。やっぱりやってきて今日が大事な日だなって。明日も大事だけど、一日、あと一日っていう今日が大事だと思うので、今日はイベントはどのギフトでも充電していただけたら 1.2 倍になるので、お前お願いします。キャンペーンのランキングはイベントとキャンペーン違うんだけど、キャンペーンがクッキーが対象なので、クッキーお願いします。キャンペーンはクッキーがランキングの対象だけど、何でも嬉しいけど、そう嬉しいです。お願いします。なんか今日髪の毛やば。
ートの中をハートにするあれが伝わらなかったので2枚重ねるって言ったのに、ね、言ってたじゃん。違うの、片付けるんだって重ねるの。うん、なんかこのイベントの似てるようなクッキーのハートを作りたかったんよ。でしょ。うん、今日ね、1億人にバズれんのでっていうの分かんないんだよね。2週続けて天下とくん、じゃっけ次は次のグループが2週連続で出るってことだと思う。なんかトンチンカンなことが言わないかなと思って私も見よったんよね。ドキドキしながら出なかった。そうね、なんかね、多分、うん、次の2週は出るっていう感じなのかな。なんか候補かと思ったもんね。うん、じゃあ期待して今日は見よう。いや、まあ、出なくてもその次出るって感じだと思う。出ないことはないです。海と風とさん、100回目の方もありがとう。カニシカさん、クッキーありがとう。今日も英会話教室行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってください。えらい。トレンドンさん、チョコレートありがとう。くるみちゃんさん、クッキーありがとう。もうね、お腹がさ、朝痛すぎて、そっちのも痛いけど、寒い。ヤリンハットさん、クッキーありがとう。ミーボンに見とれてクッキー投げてしまう、忘れてしまう。ありがとう、本当に。トンチンカンなことを言う、そうなんですか。違いますよ、違うよ。これ見てください、切れちゃう。キラキラしくない感じ、ありがとう。一度の収録で2週間分ステスグロースも同じメンバーにしよう。そうだよ、多分2週続けてだと。ツリーツリーさん、100回目の本もありがとう。でもどのやつが出るかとかわかんないんだよね。まあ見よう、みんなだから見ればから、そう、見よう、みんな見てみよう。今日も見てください、みんな。クッキーお願いします。もう分かんないんだよね。そう、まだ分からない。ハミラビさん、チョコレートありがとう。かなちゃんね、心配、本当に。なんか前配信に行った時に、一昨日かな、配信言ったけど、なんか体調なんか悪いのかなって。大丈夫かな。あついさん、ふなさん、クッキーありがとう。虹色の星ありがとう。あついさん、何が原因なのか分かんないけど、でもあれはあれが分かんない。え、何があったのかとか、一連のなんかそういう何かがあったのか、何が原因なのかみーは分かんないけど、みーがかなえちゃんの配信行った時に暗い顔っていうか、なんか暗い顔してたのは事実だから、今はそっとしておくべきなのかなとは思った。変にもかなえちゃん失敗した。ツンデスおじたんさん、100回目の本もありがとう。ポンさん、クッキーありがとう。そして今日が大事なので、皆さんよければ何のキットでも10連お願いします。10連だと 1.2 倍になるので応援お願いします。
キャンペーンのランキングが1位になりたいので、キャンペーンの対象はランキングの対象はクッキーなので、クッキー待ってます。ヒッタも風邪ひいてる。そうなんだ。みゆ風邪ひいてるとかじゃないけどさ、あのミュージカルの、もうすぐミュージカルなんだけど、学習発表会での練習でもう喉が、他の人の歌うところも歌うんだけど、みんなでもう大きい声出しすぎて喉がめっちゃ痛い。ケンチペーラさんクッキーありがとう。マツポンポンさんチョコレートありがとう。ケンチペーラさんクッキーありがとう。バタクルさんハートありがとう。マユさんハートありがとう。みゆちゃんはメンタル強い方弱い方普通。どうなんだろう。でも強くはないと思います。でもみんなメンタル強いって自分が思ってる人とか、自分はメンタル強いぞって思ってる人でも、いくら強いって思ってても絶対みんな弱いから、攻撃することはしちゃいけないと思う。自分がいくらさ、いや自分メンタル強いからとか思ってても、絶対何かそういう自分の傷つくこと言われたら、メンタルいくら強くてもやっぱり落ち込むことはあるからさ。あと4日で300日。スキンブリシャンクスいけ。なんで覚えてる。そうですよ、見えだけね。みんな普通のなんか可愛い服なのに、見えだけスーツ着ないといけないんですよ、ネクタイつけて。そう、時には様子もね。ヒデさんクッキーありがとう。チョコレートありがとう。アツシさんクッキーありがとう。ルパン八世さんクッキーありがとう。八世さんルパン八八よ八、ちょっとわかんない。ユウさんチョコレートありがとう。そう本当に。でもミユはあの強いとは自分では思ってないです。それは悲しいことを言われたら、配信とかコメントで、なんか配信してる時にコメントで悲しいこと言われたら、やっぱりうーんってやっぱり考えるし、めっちゃ寂しい思いになるけ、あんま。でもみんながみゆのことをちょっとでも気になって配信見に来てくれとるから、コメントブロックっていうやつをしたくないんですよ、あんまり。そう、もうマジでほんまにめっちゃ傷ついたらする、いつかするかもしれないけど、その日が来るまではみゆは、みんながみゆのために見に来てくれてるから、コメントブロックっていうのはあんましたくないから。そうなんです。でもたまに結構悲しいコメントが来ますね。アップスとか、いやコメントでね、配信のコメントで。悪口言ったらそれはね、誰でもじゃない。ブロックできるの。コメントブロックってやつができるらしいし、教えてもらったんだけど、けどでもみは来てもらってる身分だから、そんなことはしたくないです。ひりゅうさんチョコありがとう。ゆうさんチョコレートありがとう。そんなひどいことなかったよ、ちゃんと覚えてるけん。そうだからありがたいよね。でも全然、いや本当にスーツなんだよみは。スキンオルシャンクス無理だよ。ジャガさんクッキーありがとう。夜空を巡る夢の列車さん、え、もうなんか結んでもらって、それをちょっと緩めとる状態にした。キュッてす、そうすぐクッて。え、そうでね、今日さママちょっとアマゾンでさ、あのミユが買わなきゃいけないんだけど、そうあの後でまた一回ミユが一気に買っとくんよ。3点セットだったらお得だからミユが一気に買っとくんだけど、着ぐるみをね、ちょっと仲いい3人で着ようってなって、みんな普通の服なんだけど。ってことはみんなにも見せてくれるってこと。あ、そうですね。そうよね。そうでもなんか狼にしたいんだけど、ちょっとかぶっとる系どうしようかなと思って、正直今日またその子たちと話してどうしようか決めようと思います。通報すれば。でもなんか友達は写しちゃいけんけど、みゆはそれ着てみんなの前に通す。あ、そうですね。あ、こんにちはって感じで通報はしたくないんですよ。だってみゆの配信にまで顔を見しに来てくれてる、違う見に来てくれてるから、みゆが通報する立場ではないなって思うし、
そういうことはしたくないから。リエチーズからクッキー少しだけ、いつもお世話ありがとう。ルパン八世さん、クッキーありがとう、嬉しいです。リエちゃんといつも仲良くさせていただいてありがとうございます。仲良くさせていただいてます。これからもまた遊ぼうって言われたので、また遊ばせていただきます。高尾さん、クッキーありがとう。悩みの子に見えの人、ありがとう、ありがとうございます。でもさすがのミュウでもマジで傷つきすぎたらまあしちゃうこともあるかもしれないけど、やっぱりしたくはないから。ナイスクッキーありがとう。みんなクッキーお願いします。ミュウポン3期研究生の研究生です。高尾さん、チョコレートありがとう。ミュウポン怒らせないように、怒るっていうよりは沈む悲しくなるから、まあ、捉え方によっては怒るになるかもしれないけど、なんだろう、やっぱいい気にはならないよね。なんか嫌な、例えば自分が逆にその立場で言われてる立場だって思ったら普通は嫌なことは書かないから、まあ、悲しい気持ちになって体調崩してもうメンタルも嫌になる、もうなんかもわーってなるよりは、そうなんかコメントブロックとか通報とかなんかした方がいいって言われるけど、でも見に来てもらってるからそういうことはしたくないです。怒るっていうより悲しくなりたくないなって。よいしょ、なんかブロックすることない。まあ人間っていろんな考え方があるからさ、ミユはそう思うってだけでいろんな考え方があっていいと思う。笑顔バリクイ、ありがとう。前田和樹さん、ハートありがとう。天さん、クッキーありがとう。チョコもありがとう。こんばんは、来るのくれちゃった、こんばんは。じゃあ東京のまさみさん、クッキーありがとう。誰でもよしみだからたまに心配なんだけど、すべて安心、ありがとう。やっぱりこういう優しいコメントがあったらさ、いや頑張ろうって気になるから、気になるからって頑張ろうって思えるし。ジューシーミさん、100回目の方もありがとう。ズボン、アニシカさん、クッキーありがとう。タコ踊りして、ここなんかさ画面がちょっと見えにくい。今日の番組、今日の、今日の番組の予告、今日、恐怖の回答、ママ、じゃあ今日あれかもしれないですね、あのやつかな。えんちゃん、クッキーありがとう。少しだけ届きに来てありがとう。みぽんし、いやあついさん、えんちゃん、クッキーありがとう。キッチンさん、クッキーありがとう。変なコメントを楽したのよ。なんかまあなんだろう、あまりにも傷ついたり、なんだろう、悲しいっていうか嫌な気持ち、自分が嫌な気持ちになったり、なんか違うこと、違うのになんかデマを言われたりしたらそりゃしちゃうけど、でもなんだろう、自分が傷つかない限りはしたくないし、そんな簡単にしたくはないから。今日もありがとうございます。お腹が痛い、めっちゃずっと痛い。あついさん、クッキーありがとう。人間関係はなくなけど一人で、そうですよ、人間関係は面倒だけど一人では生きてゆけない、本当に生きていけないからね。こんにちは、皆さん、クッキーお願いします。なんか下から目線になっちゃう。カゴピ、チョコレートありがとう。17日が本番なんですよね。
しいことを感じこせばいい。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり。キックバックさんチョコありがとう。トシピンさんハートありがとう。キックバックさんクッキーもありがとう。皆さんよければクッキーのお願いします。クッキーが食べたい食べたい嬉しい食べたいです。まことさんクッキーありがとう。わたるさんハートありがとう。チュ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 こんばんは。そう、今日できればキャンペーン1位になって、そして、7位で定着したいなと思ってるので、よければお願いします。こんばんは。ふつけさんチョコレートありがとう。最近コロナ増えてるし、ね、そうなの。え、どうだろう。でもなんかコロナはないけど、友達でやっぱ風邪の子が多いかも。風邪の子がいっぱいいる。なんかちょくちょく風邪ひいたっていうのを聞いてる。風邪の谷の噂で。ブスケさんクッキーありがとう。昨日のクッキー全部食べたけど、生地が余ってるんですよ。めちゃくちゃ昨日6個しか作ってないから、今日も上位、今日何にしようか、今日も上位の方に名前を書きたいと思うのでお願いします。村さんクッキーありがとう。クッキーありがとう。ミーポのブラの見てピンクのハートが可愛いでしょ。あれ今回の生写真なんですよ。風邪ひいてるか。え、風大丈夫、本当に大丈夫かな。バレンタインイベント1位本当に目指してないので、バレンタインのイベントのキャンペーンの応援お願いします。そしてイベントも頑張ってるので応援お願いします。あたしさんクッキーありがとう。ブロックする方も心が、うん、いやうんいた、ん、ちょっと感じ、そうでもそうですね、悲しい。やっぱ自分もブロックする側も傷つくけど、傷つけたくないし、やっぱされたらあって思うじゃないですか。7位ってことは3期生の中で3位以内に入る。そうです。なので今日はイベントは7位を目標にして、キャンペーンは1位を目標にします。今日の目標は結構ハードなんですけど、イベントはあと1日しかないし、キャンペーンもこのままだとちょっとピンチなので頑張りますので応援お願いします。風邪くるくる、え、そう、なんか聞いたんですよ。え、コロナじゃないのって。風邪なんか結構もう味がしないみたいな、ご飯の味もしないとか言ってるのに学校来たから、なんかこのそれコロナじゃないの大丈夫って言ったら、なんかコロナとインフルのやつどっちも検査受けたけど陰性だから風邪って言われたみたいな。こちら風の谷の噂で、まさ、あ、風の噂か。まさはるさんハートありがとう。東京ではコロナもインフルエンザも同時に、え、やばいね本当に。なんかそれがちょっと前1月ぐらいは多分そうだったんですよ。コロナもインフルエンザも流行ってて、学校で多分で風邪も3つ流行ってたんだけど、今は風邪だけかな。目がパッチリしてメイクのポイントなんですか。今日のメイクはまつげです。いつもまつげ頑張ってるんですけど、今日はいつも以上に頑張りました。下まつげもリッチャマンに前教えてもらったことを思い出して頑張りました。ちばくれいさんはじめまして、こんにちは。はぐれまやさんクッキーありがとう。友達とはだいぶ前に仲良く直りしました。だいぶ前、ちょっと前。ふくらがについて何時か、そうなのね。じゃあみえが満たしてあげますよ。タグちゃん、はぐれまやしさんクッキーありがとう。そらまめさんクッキーありがとう。
みっちゃんはすごく頑張り屋さんなので報われたし、本当に頑張ります。自分の中の精一杯の力を出して、でもまだまだ頑張れてないなって思うところがあるから、ちょっとだけもっと頑張って やりたいと思います。もっと頑張りたいと思います。自分にできることが何なのか考えながら、自分にしかできないこととか考えて頑張ります。西川さん、クッキーありがとう。めっちゃもう口内炎が痛い。ご飯食べるたびにも口内炎が痛すぎて、でも口内炎できたから、まあいい食事制限にはなるなと思います。いつも4食食べちゃうからさ食べ過ぎちゃうから。ホトさん、100回目の本番ありがとう。ラップかわいい、ありがとう。こんばんは。ヨイさん、クッキーありがとう。メイプ、僕に集めたいことがあるけど気は優しいか。それはもしそう思わせてしまってたならごめんなさい。冷たくしてるつもりはないけど、そう思わせてたなら申し訳ない。こんばんは。ケネスさん、100回目の本もありがとう。ソレそばさん、クッキーありがとう。ノラクラさん、クッキーありがとう。ルスパさん、奈良黒さん、クッキーありがとう。脳みそが痛い、めっちゃ。メイプも食事制限とか大変だ。いや、食事制限するつもりはないけど痛いから。食べたくても食べれないってしんどいですね。こんなになったらこまめにうがいすると治りが早くなる。そう、うがいしてるんですよ。喉がさ痛いから、あの普通に声を出しすぎて喉が痛いだけだけど、普通に喉痛いからうがいしてるんですけど、もう痛くて。そう、しかもなんか今日眠たくてね、寝てたんですよ。違う違う、寝よう、あ、うん、まあ起きるじゃないですか。その時になんか寝ぼけてたのか知らないけど、同じところを噛んだんですよ。かか、めっちゃ痛い。こんばんは。来ない、そう、痛い。よいさん、虹色なし、ありがとう。イソジンのうがい薬、え、イソジン持ってるけど、あれなんかさ、美味しくないよね美味しくないけ、あんまり。まあでもね、やろうと思います。あとパンダちゃんのね、なんかうがい薬がなんかいいらしいんですけど、家にあるんだけど。そう、授業中だよ。寝てるんですよ、結構。そう、ミッポンも私なんか貼って相手って思う時があるのですが、私なんか貼って相手、あんまりないですね。結構ミエかまってちゃうんだと思うので、自分でもなんか実感あるんですけど、結構かまってちゃうなので、貼っておいてって思わないですね。なんでかまってくれないの、系女子なので。飲むもんじゃない、あ、口、あ、そう、飲むもんじゃないけど、口に入れたらうえってなっちゃうんですよ。萌えさん、はじめまして。あ、マジやない、この炎症してるから。え、なんかいじってないんですけど痛いんですよ。どうすればいいんですか。フェアチェルドさん、ハタありがとう。カニシカさん、ハタありがとう。口の中が痛いのって食べるとき、そう、痛いけ逆に噛みそうになっちゃうから、もういい食事制限だなと思って。自分1日4食食べちゃうんだけど。まあまあ、栄養ドリンクにもビタミン B が入ってる。そうなんだ、いいね。
みーぽんは見た目とのギャップがいいです。本当に何見た目とのギャップ。わさびさんクッキーありがとう。うん、じゃあ今日は上位3名かな、3名か5名の方にクッキーで名前を書くので、よければ応援お願いします。私なんて分かっておいて祈るより、諦めてそんな女じゃないの。やってみたいんですよね。よいしょ、なんだっけ、そう、トゥ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 、え、マジでやってみたい。昨日のクッキー、材料がまだあるんです。材料っていうか、こんなあるんですよ。何を炒めて、そう、お茶、そう、ディフェンス好きなんですよ。綺麗なハートのクッキーの展示しようか。うん、伝わらなかったみたいなクッキー。祈るように腕に抱かれて、いいよ、うん、はい、じゃあ台所行きます。はい、よいしょ、いてててててて、てえ、ミユのさ、スリッパどこだ、あった、みんな見てください。あ、ママ映っちゃったかも、ほんと、これが私です。あ、もういいって、オーブン入れて余熱できて。じゃあクッキー今から作ります。種が昨日のがあるからね、1からじゃない。これがお姉ちゃんです。あ、今日投稿した、バズらんかった、まだ投稿してない。トロさんクッキーありがとう。ちささんはじめまして、私です。これが、これが私の人生、次の目に生まれ変わるか分かんないから後世では、あ、そうだった、好きなこと全部するの、好きなことキス、好きなことラン、好きなこと、好きなこと、し、好きなこと、はい、好きなことキス、かわいい、ありがとう、グリオさん、あ、どこ？どうするの？レンジするとか言ってやらないじゃん。はあ、小さい頃からほん、かわいい、本当に。今日太郎さんクッキーありがとう。皆さんよければ応援お願いします。今日目標は1位、キャンペーンが1位になって。イベントの前になることが今日の目標なので応援お願いします。何？イベントの1位ってバレンタイン？違う、キャンペーンが1位。何のキャンペーン？じゃんけん、もういいです。安いでしょ、バレンタイン。バレンタイン、バレンタインはキャンペーンって言うんだよ。で、表紙、写真集の方がイベントって言うんだよ、知ってた。そう、でも頑張るって言ってるな。うん、知ってるよ、みえが一番知ってるよ、けど頑張るの、もう時間があんまりないからね。よいしょ、きらめてそんなこの時代に旅立って、こういう台風濡れたなんて過ちを忘れないで、命揺らせ命揺らせ。今日もクッキー作ります。リップ歌うのが好きなんでね、なんか曲が、歌が好きなんですよ、曲が好きなんですよ。頑
頑張ってな、頑張ります、ありがとう。STI さん、ほんとありがとう。こんばんは、自主力アップ頑張ります。エプロンかわいい、ありがとう。谷鹿さん、雨ありがとう。エプロンに合ってる、ほんとに。ダンスもあの STU に入ってから好きになりました。それまでマジで苦手で、体育祭とかでしか踊ったことなかった。石鹸つけてたよ、だって。え、洗ったよ、さっき。今洗って2回目洗った。なんか汚れついたから。じゃあ米粉つけて、まな板と乾燥機の下の中にね、ボーカル系キッチンペーパーで拭いて。もにゃまるさん、ハンターありがとう。米粉サンタさん、だるまありがとう。あつしさん、クッキーありがとう。なおさん、チョコレートありがとう。お姉ちゃん作らないですよ。あつしさん、クッキーありがとう。なんだっけ、米粉。キッチンペーパー2枚取って、ペーパー2枚取って、乾燥機の中にね、棒が入ってるのよ。伸ばす棒、ちょっと拭いて。ん、乾燥機の中に棒があるから。棒って何、使わんでいい。あれ、ちょっと濡れてるかもしれない。たら昨日と同じ米粉で。え、これ何のために。え、平らに伸ばさんの、拭き方するので。これよ、拭くため。それテープに米粉つけて。ジョータさん、チョコレートありがとう。体操ダンスは同じようなもん。え、全く違います。マジで違う。昨日の、今日使わないと卵が入ってるけ。うん、今日全部作る。じゃあ上位の人に名前書く。言った配信で。5位ぐらいの方まで書きます、お名前。今日は1からじゃないけど、12分から15分焼かなきゃいけないから。飴の耳下、そう、飴とね、チョコが似てるんですよ、ギフトで。棒にもつけて、棒にもつけます。一握りくらい、ちょっと冷蔵庫やったけ硬いかも、生地が。取って、伸ばして、4分の1くらい取って伸ばして、平らにして、うん、なるべくそこまでは。2枚重ねなきゃいけないから。何を、クッキー型。あ、昨日は太かったけど、今日はいちごジャム入れてもいいかなと思ったり。あ、ピンクにするためにホワイトチョコといちご入れてもいいかなと思って。まず生地を。大変で頑張ります。谷鹿さん、チョコレートありがとう。ナオさん、クッキーありがとう。京太郎さん、チョコレートありがとう。誰もありがとう。ナオさん、京太郎さん、チョコレートいっぱいありがとう。ボースさん、5番ありがとう。よし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 。はい、そしたらとさっきこれを4分の1取ります。買った、冷蔵庫入ってたから。え、これどうやって取るの。ちょっとちぎって。よいさん、クッキーありがとう。ボースさん、ハートありがとう。これこんなのでいいの。うん、ちょっとボロボロ。大丈夫大丈夫、ちょっとにぎにぎしてたら熱で固まるかも。チャーハン定食さん、かっきありがとう。エプロンには本当に。生地見せた。うまくていいか。硬い。冷蔵庫入れたっけ、冷えたっけ。うん、硬い。ミーのバカ力でも無理そうです。もらえ少ない。大丈夫だよ。逃げ逃げして。お疲れ様、ありがとう。で、98,000ポイント応援お願いします。さとやんさん、ありがとう。見てるにはありがとう。よいしょ。一はなんかイベント達成してたね。うん。お菓子の詰め合わせ。嬉しいです。今日はイベントが7位になって、キャンペーンが1位になれるように頑張ります。難しいと思うけど頑張ります。あとイベントがあと1日しかないので、キャンペーンもこのままだとあれなので頑張ります。すごい差がこんな感じついちゃったけど、うん、でそれを粉つけながら伸ばして、2枚重ねたいけ、なるべくせんべいじゃ困るけど、うん、頑張ります。3ミリくらい。3ミリ
頑張れ、頑張ります。よいしょ。3ミリ、3ミリって何？数学やめて。厚さ2枚かこんぐらい。結構ちっちゃかったね。こんぐらい。え、それじゃハート取れる。2、え、1個ずつだよ。こんばんは、ソルさん、クッキーありがとう。こんな感じ。細すぎ薄すぎ。いや、手前手前手前がすごい太い。大きいのそれ2つ取れる。大きいの2つ取ってみて。肩大きいの。ちっちゃいのじゃなくて大きいの2つ取って。こんにちは、こんばんは。かできた。せいさん、クッキーありがとう。悩み送りました。あ、いや、お疲れ様です。そしたら取れた。1個だけいらないのはちょっとまた使うから、あとで端っこにしといて、1個だけ大きいやつ、1個ハートをちっちゃいハートで空洞に作って、トンネル作って。どういうこと。それで1個。違う違う。どういうこと。だけどハート2つ作ったでしょ、うん、2枚重ねるから1枚を真ん中らへん、その片とこまた、うん、え、抜くの。そう、抜く。それは抜く。割れないように。ちっちゃいやつはそれで焼けばいいじゃん。嬉しい、ありがとうございます。今休み。そうね、ちっちゃいのはそのまま焼けばいいと思う。これそのまま、うん、いい、うん、で見せた、みんなに。作ってます。ハートです。今日も上位の方にお名前を書くので、よければお願いします。問題は重ねていくの。あ、そういうことか。そう、重ねたらいいバカじゃけ。そこにジャムとかチョコとかを流したら綺麗にできるでしょ。頭いいね、ほんと。見せて、みんなに。この状態でいちごジャムとか、うん、めっちゃ動くよ。汚いんですけど、感じです。ここに流すらしいです。ミュー、これが何言ってるのかよく分からなくて、ちょっと分からなかった。これもう焼いていい、うん、これをやるってことね。そう、それで膨れてくっつくから。もう何やるんじゃろうって気持ち。どうもやった。そこにチョコレートとか流し込んだら上手にかけなくても。ソルさん、チョコレートありがとう。上手にできるでしょ。言ってる意味分かった。分かった、ありがとう。X でランキング上位の方にクッキーのお名前、クッキークッキー宣伝して、ありがとう、宣伝してくれて。でもね、お名前書くとしたら、それ2段にしたら書けないから、なんかボコボコなっちゃうから、5枚は普通のにしたら。うん、言ってること分かってくれた。分かった、今分かった、勝ったいや、3分の1とかこれ、無理だよ。冷蔵庫入れてる。ちょっとちぎって、ちょっとずつちぎって。何位まで、5位の方までお名前を書きたいと思います。こんばんは。ゆいさん、クッキーありがとう。うまい？本当に？クッキーが降ってきたら食べてね。画面で。かわいかった。スイーツ。は科学ですって言ってるプリキュアのキャラして、え、あのあれでしょ、それフルーツパーティープリキュアみたいな、なんかそういうの時だよ。食べないと。あ、あ、ありがとう。チャーハン定食さん、クッキーありがとう。ダーメさん、チョコレートありがとう。オーガ、オーガ、オグ、オグタコヤシキさん、アーツシさん、クッキーありがとう。ワタメさん、チョコレートありがとう。間に合わなかったね。まあそういう時もあるよ。さあ食べ、ありがとう、ヨイさん、クッキー食べてありがとう。ヨイさん、クッキーありがとう。クッキーめちゃめちゃ、こういうクッキーを作りたかったの、それをして。ありがとう、ヨイさん、クッキー。見た目で意味が分かった。もうマジ、昨日何やるんじゃろうって思ってた。さ、ずっと。いや、今分かったよ、もう。
ありがとう。おつぽんおつぽん。アメちゃん溶かしてさ、その中に流し込んだステンドグラスみたいな。何ステンドグラスって。べっこアメが中に入ってる感じ、色付け。ああ。かわいい。イメージ。かわいいクッキーができる。よいしょよいしょよいしょ。アメちゃんないけど。ジャムとかホワイトチョコとかあるから入れてもいいかな。ぐらい？お任せする。そういうの見てくれないか。はたあめさんちくれてありがとう。やつみ、本当にいい？いい感じ。よいしょ。私が言いたかったのは2段だけど、みんなの名前書くのはそれ5つ。5位までだった5つ。うん。明太マヨ入れましょう。どんな味？どんな味？売り物本当にそんなに言ってくれるなら売り物にしちゃおうかな。出店。出店開いちゃう。ゆきちゃんのお誕生日なんだね。そうなんですよ、ゆきちゃんさんのハッピーバースデー。一回歌ってみたい。めっちゃうまいんだろうね。もううまいよ、ね、生で聞いたら違うんだろうね、やっぱり。よいしょ、マジでうまい。こんばんは、ゆきの愛情をたくさん注入するしか。もういい、もういい、キュン。レモンさん、クッキーありがとう。今キャンペーンとイベントに参加しているので、よければお願いします。充電をしていただけると 1.2 倍になるのでお願いします。イベントは何のギフトでも終わりと終わりとどのギフトでも対象になるので応援お願いします。よいしょ。数を拡散してもらったら遊べないね。で、クロちゃんの投稿で、キャンペーンは1位を目指してて、キャンペーンはあのランキングはクッキーが対象になるので、よければクッキー応援お願いします。よいしょ。こね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 。ダーメさんチョコレートありがとう。ユーナさんチョコレートありがとう。ハツポン国鹿さんクッキーありがとう。よいしょよいしょ。こんなクッキーがいたら本当にありがとう。シンさんハートありがとう。だるまもいっぱいありがとう。あと何時もって本当に大丈夫かな。はい、どん。バレンタインイベも指示も頑張ります。ありがとう。本気で頑張るのでお願いします。ハート。ターメさんクッキーありがとう。オーディオさんチクレートありがとう。ちょっとずれてる。ビジクスメシさんキャンディーありがとう。あ、キャンディーじゃない、アイスクリーム。
綺麗、本当に。こちらクッキー待ってます。クッキー今作ってるので、よいしょ。こちらお味噌さん、お味噌さん、クッキーありがとう。よいしょ。で、お味噌さん、クッキーありがとう。よいしょ。今日明日やかな、クッキー配信。本当に明日やかかな。ちょっとお腹が痛いけどね。いつもより静かかもしれない。いつもなんかつぼみ食いしたり踊ったりもうすぐ歯磨きってきます。いってらっしゃい。元気だけどね。よいしょよいしょ。カニシカさん、アツシさん、クッキーありがとう。ありがとうございます。そう、本当に。クッキー職人給食になろうかな。感じで穴ができました。そしたらこれがハートの形になってるから、この上にこうしてと。こうします。と、こんばんは。今クッキー作りをしてます。ごめん、お願いします。今めちゃくちゃキャンペーン全集中、キャンペーンイベント全集中なので、応援してくれたら嬉しいです。会った時余った生地でアリンコクッキー作れば、アリンコクッキー確かに作りたいね。あ、割れちゃった。集中してるよ。かっこいい。本当に。イベントはあと1日なんですけど、7位になってキャンペーンは6位に、あ、間違えた、1位になりたいので応援お願いします。わたあめさん、クッキーありがとう。しんさん、チョコレートありがとう。作ります。買った。
キマくんクッキーありがとう。タッチさん、ゆきいまくん、クッキーありがとう。ありがとうございます。ありがとう、タッチさん、クッキーいっぱい。バナナクッキー、いや、一般だよ、一般のクッキー。普通のクッキー作ってます。タッチさん、クッキーありがとう。ミュージックスメスさん、チョコありがとう。シュシュシュ、こんばんは。じゃあ国鹿さん、マックスさん、クッキーいっぱいありがとう。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。かわいい、ありがとう。頑張ります。1位に、キャンペーン1位になりたい系、頑張ります。イベントも7位になりたいので頑張ります。よいしょ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 。え、これさ、分けてさ、焼いてもいいの？時間ある？ないかも。あるよ。あ、待って、分けなくても大丈夫そう。トップとの差は約10万ポイント。お、頑張ります。1位になりたい。今日中に1位になれたらもう嬉しい。頑張ります。時間制限ないのよね、多分。うん、年数がなかったら。あ、でも、でもなんか投げ星みたいな2回やった方がいいでしょ。うん、プロンかわいい、ありがとう。なんかハンニャとナイフの探したけど、なんかかわいいのがなくて、なんか保育園のエプロン、保母さんのエプロンみたいな、なんだろう、あ、なんだろう、先生のなんか T シャツじゃない、なんだろう、ああいうピーポン食べるじゃなくて、ちゃんとそうだよ、割烹着みたいなやつしか売ってなかった。食べるのも好きだけど、やっぱ作るのも好きになりたいし、女子力をアップさせたいので。みんなお帰りなさいって言ってこない。みんなお帰りなさい、帰りなさい、今日も一日お疲れ様。季節、猫ちゃんもどんなに可愛いね。季節のとこ、これが対象。ちょっと待って、うん、何が、なんか季節ってところ見た、バレンタインのお疲れ様、対象キスとかって、ムービークッキーありがとう。猫ちゃんかわいい。イベントの対象ギフトはもう全部のギフトなんですけど、キャンペーンのランキングの方はクッキーが対象になります。アナポンとどっちが料理も、でもお姉ちゃんは結構料理いっぱい作ってるよね。
結構こんばんは、うん、なんか気づいたら作ってるね。でもなんかお姉ちゃんとパパがさ前作ってたさトマトカレーが一番美味しかった。あトマトヨーグルトカレーみたいな二人で作ってくれてたよね。そういつかいね。あれあの時はミユが体操行って私も送迎しようって家を開けてたらなんか作ってたよ、ね、たまには作ってあげようかってなって二人で作ってた。そう嬉しかった。あれ美味しかっためっちゃね。計算クッキーありがとう。そうお姉ちゃんもね料理がうまいんですよ。お姉ちゃんでも最近料理よりもあっちよりスキンケア、ね、メイクとかあっちの方を大事にしてるよ。メイクじゃないか、なんだろう、お肌を大切にいたわってる。西川さんクッキーありがとう。本当にマジで1位になりたいので応援お願いします。美容系女子なんじゃん今。あキャンペーンマジで1位になりたいしイベントもマジで頑張ってるので。ピンクで全部可愛いね季節に。カニシカさんクッキーありがとう。そうね。どれが好き？でも猫ちゃん可愛い。猫ちゃんも可愛い。でもやっぱりクマちゃんのが好きかな。クマちゃん。ああ。お家のカレーの材料し。ええー。うち？ママ？うん。えママ？うん。昨日カレーだって。ドン引きされるけど隠し味をする。チョコレート？え違う。あ、落ちちゃった。ウスターソースとケチャップ。あ、手で拾わないで手洗って。うん、手洗う。ウスターソース入れると短時間でコクが出るの。そうなんだ。あとバターも入れたらちょっとだけ美味しい。こんばんは。だってミュのママのカレーマジでうまいけ、ちょっとおすすめ食べに来よう。え、ミュがもしまだレッスンわからない、うん、土日月祝でお休みだったらお菓子じゃなくて何か作ってみたら。あ確か作れる。なんかでもさもうすぐバレンタインじゃん。えだから例えばハンバーグだったら世間はハートにするとか。世間はバレンタインなわけよ。ハートにして。でもみゆが料理作ったら5時間ばっかりよ。いいんじゃない5時間配信する。そうだよ。さすがにね。いいけどミユはみんなが見飽きちゃうでしょ。5時間も配信なんてしたら。でももしかしたらその中でいっぱい初めて訪問してくれる人とか見てくれる人ができる。さすがにでも5時間はちょっとね。いや5時間とは1回切ってもいいし、1回玉ねぎいて下準備するところで1回切ってまた後でとか疲れちゃうし。それ以上ありがとうございます。兄ちゃんと結婚したら食べれる。そうだね、結婚したらね。失敗は成功のまたえ、それ全部2段にしてる。うん、名前書けなくなるじゃん。うん、あともう一列ある。こんばんは。結構丁寧にするんじゃん。そりゃあね、成功したいから。丸いケーキ3等分にできますか。3等分、ま、え丸いケーキを3等分って、うん、グラフだと思って3等分できるんじゃないどういうこと。3等分では難しいね。うん難しい。なんか偶数だと簡単じゃん、半分の半分の半分って。でも偶数奇数は難しいね。ハテさんクッキーありがとう。ヒットさんチョコレートありがとう。3等分だってもエコひいきケーキになっちゃうねきっと。Bが一番大きいところになっちゃう。そうなるね。もうお姉ちゃんとは喧嘩にならない。やばい落ちちゃった。後で掃除しよう。うんよろしく。えよいよいよいよあなたが今日は絶対にイベントが7位になってキャンペーン、一
1位になりたいので応援お願いします。マジでもうキャンペーンがね、まだキャンペーンはまだ時間あるんですけど、イベントがあと1日ということでピンチになってきたし、キャンペーンも今のままだとあれなので、今日1位を目指して頑張ります。差を縮めれるように応援お願いします。おつぼん、みんなお帰り、行った方がいいんじゃない、まだ仕事してるの、お疲れみんな、仕事とか休みの日もいるけど、大体お仕事平日とか、ヤジタンクッキーありがとう、かけじゃヤジ、よいしょよいしょ、遅くなって申し上げございません、来てくれてる、ありがとう、ヤジタン来てくれて、今日も1位から5位の方にクッキーにお名前を書くので、よければ応援お願いします。初見さんもあるんじゃない、桃太郎さんクッキーありがとう、挨拶した、初めまして、 STU48 さん、危研究生梶原美です。今キャンペーンとイベントは頑張ってるので、よければ応援お願いします。はい、私からしたらさ、かねちさんクッキーありがとう、桃太郎さんクッキーありがとう、ちょっと静かに、かねちさん、桃太郎さんクッキーありがとう、みんな配信をたまに見てたら年聞かれるよね、何が何歳ですかとか、14歳だよ、14歳の中学2年生の左利きの AB 型です。左利きいや、なんかよく一緒って言ってくれる方が多いんですよ。あ、そうなんだ。そう、結構みゆの配信見てる方で、あの左利きって言ってくれる方が多いから、でも習字右利きで書くでしょ、習字しか右利きで書けない、習字はだって習ってたっけね、習字上手だったね、上手ほんまに、え、だってトントン拍子で上がってたし上手だったよ、いや、あんまり続けさせたかったんだけど、三浦体操やりたいって言ったっけ、ね、あ、違うよ、あの先生がん、あの全部やめておいでみたいなこと言ってきたっけ、あ、なんか中国のに大会に行くような、なんかほんまにもうクラブみたいな、うちに習字教室移ろうかって言ったんだけどね、けど三浦体操がやりたかったからやめました。いけるって断定じゃなくて、上手な人は、え、そう、なんかもともとそう、なんか普通っていうか、なんかまあなんか遊びっていうか、まあ習い事みたいな感じでやってたんですけど、そっちに移ればって言われて、移ろうと思ったけど全部やめといでって言われたから、自分も体操をやりたかったので主人はやめました。1年で、1年さん、チョコレートありがとう、桃太郎さん、クッキーありがとう、音速機講師さん、100名の本もありがとう、こんにちは、ノムノムさん、チョコありがとう、ヤポンタさん、チョコありがとう、タケル君も山の日なんだよね、嫉妬なぜか嫉妬なんか印象強い、誕生日一緒とかはね、なんかさすがに印象強い、なんかあれ、遅くなった今更なんだけど、キッドさんとかお話し会でお誕生日だったんだよね、そう、お祝いしました、私なんか覚えてる私も覚えてる、すごくない、西川さん、クッキーありがとう、いっぱい、のむのむさん、飛行機ありがとう、のむのむさん、クッキーありがとう、おためさん、クッキーありがとう、そうなので皆さん応援お願いします。今日ほんまに1位になりたいし、イベント8位になりたいので応援お願いします。こんばんは、肩今だかというの、うん、一回焼く、どんな、まだできそう、あ、まだもう1列残ってるんじゃん、ちょうどいい、そういうこと、今日もらったから休憩してたから、ありがとう、こんばんは、ケビンのことも8月11日生まれ、お母さんの声が女子高生みたいですって、やめて、あれ昨日なんかね、睡眠不足で怒ってて、私昨日怖かった、別に、いつも別にいつもこんな感じで、いや、なんか分かってくれなかったっけ、そう、すぐ怒ってるなと思った、短期だなって思いましたよ、いや違う、なんかこうしてやしていってても、なんかえ、じゃあこれはこれは、え、今言ったんやんって、なんか、いや、目も疲れてるの、目も疲れてるから、まだ子供じゃけん疲れんよ、子供じゃけん疲れんとかないし普通にも疲れてたから、しかも配信もしてコメントも読んでるから、そう、なんかちょっと
どっちもやるのは目は難しいの。でもさ、コメント嬉しいね。エンジタンクッキーありがとう。つばたさん、やっと知り合った。ありがとう。私ね、読むの早いよ。だから先にコメント読まないでよ。目はまだ追いついてない。こんがらがっちゃうでしょ。エンジタンクッキーありがとう、嬉しいです。タワームさん、誰もありがとう。エジタンクッキーいっぱいありがとう。カニシカさん、クッキーありがとう。お仕事お疲れ、スバル。サボれた、本当に。オナピークッキーありがとう。よいしょ。そう、私草ってわからんのよね。ね、草って何？ミエも大人になったら本当の疲れを知ることになるよ。だからといってなんか子供が疲れないってわけじゃないし。あ、それはね。そう、それはママのただただ言い訳です。最近ね、ミユとかお姉もさ、草って言うじゃん。言わんよ、草なんて言ったことない。お姉ちゃんじゃないそれ。いや、今この、いや、コメントを見て、あとなんかテレビとかでもさ、なんか若い子たちがさ、インタビューで草とか言うじゃん。知らんよ、草って何。わらってこと。何、いい意味はダメな意味。ダメよ、WW 派なんですよ。わらわらは使わんけど、W は使う。え、それいい見た目なの？どっちも。草は面白いってことじゃない。バラみたいな、わかんない、うん、でもミエも草は使わないですね。ポジティブじゃけさ、いい方にとっとくね。あ、ヨイさんが書いてくれてる 草と WWW が一緒なんだ。スバルさん、クッキーありがとう。ポイント可愛い、ありがとう。スバルさん、クッキーありがとう。ジェルシーさん、そうですよ、形が草みたい。確かに一応中学生なんですけど、もう受験生になっちゃうんですよ。受験生はなって、もう流行りに乗ろうとしなくていいから。ママ、そう、なんかね、もうね、ついていかなくなったんだよ。ジュイちゃん、ついていけないままで。いや、乗っかりたいね。いや、いいと思う、乗っかりなくて。なんか無理にそうやって乗っかるのがちょっと痛いと思う。じゃあさ、意味わかんなくて黙ってればいいってこと。そんなこと言ってない。ほら、ママやっぱり最近ヒス構文多いよ。え、ヒス構文。ヒス構文、ヒス構文っていうのは、だったらなんか被害妄想が激しい。ヒス構文っていうのが最近流行ってるんですよね。イッチーとかめっちゃヒス構文言うよね。え、そうなの？イッチー、じゃあ私はもう何でいいってこと。え、そう、おもろい。マジでおもろい。なんか最近イッチー面白いなと思って、配信でしか見たことない。スバルさん、エジタンクッキーありがとう。草わらって、草わらっていう意味らしいですよ。そうなんだ。でもいいや、あんま使わんですね。ヒス構文って流行りなの？サイバーボブさん、エジタンクッキーありがとう。カニシカさん、エジタンクッキーありがとう。ちょいちょいなんかあれよね、最近の言葉を使ってる。頑張って。使わなくていいよ、本当に。いや、違う、ミユが。え、私、ヒス構文って最近なんだって。そうだよ。え、そうなの？あと、あれもわかんないし、なんか、ゲックで前、なんかドラマでもやってたんだよ。何が？なんだっけ、なんかメイクの話お姉としててさ、ミユはとか言って。カニシカさん、エジタンクッキーありがとう。なんちゃらオレンジ、潰れたら持ってきます。ありがとう、エジタン、頑張ります。カイドンさん、スバルクッキーありがとう。秋オレンジとか、ガスメロンさん、エジタンクッキーありがとう。スバルさん、クッキーありがとう。カセイモンさん、チョコレートありがとう。スバルさん、ありがとう。クッキー、ささん、誰もありがとう。なんだっけ、ズキちゃんさん、クッキーありがとう。なんだっけ、ねじろの星ありがとう。あー、ダメだ、思い出せない。冬で夏とか、ブルベなんちゃらとか。あ、四つあるってお姉ちゃん前聞いたんだっけ。なんだっけ、ミユはお姉ちゃんに聞いたのがオレンジだから。秋べ、ミユはブルメ夏とイエベ春の間です。お姉ちゃんがブルベ冬で、ママが多分イエベ春か秋。そう、なんか相性、ママの MBTI 診断は多分、何それ、ママは ISFP だと思うんですよ。何、よくわかんないこと何を言うの。ジョジョ不安定。何言ってんの。 ISFP はジョジョ不安定なんですよ。ジョジョ不安定じゃないよ。なんか TikTok で曲があるんですよ。私 ISFP です、いつでも情緒不安定ですみたいな。あ、全然ちょっとごめん、先の読んでしまったんだけど。やめて。
そんな時に私しみさまさんすごい可愛い。だからコメント先に読まないでって言ってんの。マジで見て、ほんまに最近やばいよ、何回言っても治らない。私ね今ね STU の先輩たちを研究しとるんよ。だから今先にコメント読まんでって何回言ったのか。こんばんは、かにしかさん、かねちさん、クッキーありがとう。新潟の身長、そうしみさまさんとなんか似てるってもう全くもみは言ってないんだけど、本当に言っていただけることがあってほんまに嬉しいです。え、誰か似てるの？え、なんかしみさまさんと似てるってコメントがねたまに来るんですよ。え、嘘？いやマジで、あのほんまにしみさまさんの方がもう100倍ぐらい、もう何百倍も可愛いんですけど嬉しいです。いや私が見てたのはそら豆さんのコメント、 AB 型で身長も一緒くらいなの？なんか血は分かってるんじゃない？13歳で STU に入ったのが同じだって。うん、なんか TikTok でアリちゃんとなんか出てるの見て可愛いと思った。2人とも可愛い。うん、どうした？焼く？気持ち悪い。一回手洗う？焼くからごめん。今ね喧嘩じゃないよ。喧嘩じゃないよね。美は正論を言ってるだけですよ。ママが同じことを何回も言わせるから。美に同じこと言った？なんだっけ、コメント先に会わないでってもう何百万回も言ってるんだけど。美はやめてほしいことを正論言ってるだけなんで間違ってないと思います。え、間違ってないよね。ママが自分でも悪いって自覚してるから。これは読んじゃうよね。ね、なんかほんまに悪い癖直した方がいい。ほんまにいけん。え、面白いな。いっぱいなんか前あのオーディションの時はさ、お兄さんクッキーありがとう、何話そうとかすごい困ってたよね。ママ桜でいいけなんかおってとか言ってたよね。誰も見てくれないかもってすごい心配だったよね。あの向こう言っちゃいけんかった。何何何、何も聞かなかった。いやいや、あのほらショールームとか分かんなかったじゃん。で、あのオーディションの時にそういうのをやってくださいみたいな審査ですみたいに言われて。何を？あのショールームオーディションみたいな、うん、え、でもこの子部活してるんでって親子で説明受けたよね。で、何を話したらいいんですか？いつの話？大変だったよね、楽しい。今やいっぱい読めるんです。ハーギーさん、ほらありがとう。ワンさん、来てくれてありがとう。そう考えたら、すごい成長したよね。よいしょ。ないまで11,279 ポイント。オノピークッキーありがとう。よいしょよいしょ。ね、クッキーのさ、うん、なっちゃいそう。このもうちょっとさ、いっぱい料理とかいっぱい作れるようになったら交代交代料理したいね。やだ。え、いや嫌じゃないけど、そんな日が見えにくいかな。でも忙しいかもしれないけど。いや、そうじゃなくて、ゆうが料理を一人で作れる日が来る日があるかなって。うん、じゃあママの誕生日に作って何か。いいよ。半年以上、半年先。よし、できた。たっくんクッキーありがとう。西川さんクッキーありがとう。え、生食べてる？
みんなコメント読むのが遅い説もある。でも自分のペースでやりたいから、それを人になんか強制されるのも嫌だし。一回さ手洗って焼く間ハマさん始めまして休む。うん、ルパン83、ちんちゃぎさん、クッキーありがとう。マリンちゃん、はじめまして。ねえ、296日だって。あと100日で306日。すごいね。修学旅行とか行くとき大丈夫かな、日にち間に合うのか。でけ、それに向けてさ、貯めてるじゃん、チケット。うん、それママが一番知ってるよ。なだーん、じゃあちょっとそれそこに置いて、ちょっと余熱結構あれだったっけ、もう一回ちょっと見てスイッチ入れるから、その間座っとく、手洗って。うん、ママの一番おいしいと思う料理を誕生日に作って、今日普段何が一番おいしいと思う、でママはママの料理一番好きなのはポテトサラダかオムライスなんですよね。全部おいしすぎて、みーは ISTP です。ママが多分 INFP。 私 INFP です、いつでも情緒不安定。これは多分ママです。高校の頃修学旅行で広島行って、もしかしたらママ本当すれ違ったかも。ガチ？あ、ママ秋田なんだって。そう、本性なんてことない。何回くしょみね、しょっぱいの食べたから。今オノピークッキーありがとう、スケモンさんブラありがとう。花粉症なったことないですね、人生で。あ、ヘクストークしなきゃ。カニシカさんクッキーありがとう。冒険がこんばんは。疑ってんの？うん、ワンちゃんだよ、愛犬だよ。秋田なんとかの
金、何これ、もうなんて読む、金まん、何金まんって、あ、まんじゅう、丸い、丸くてそう、金まんって書いてんだけど食べたことあります、ばあちゃん家に昔、ん、前行った時あったよね、うん、食べた、中に白あんが入ってて、むねくんだよ、何個食べたか、そんな大量には買わんけど、え、でもあれめっちゃ好きなんだよね、みゆ、みゆも知ってる、うん、これでしょ、こういう小判みたいな形、一口くらいの食べれそうな大きさで、通勤休校通過駅さん、クッキーありがとう、皆さんよければキャンペーンのお面とイベントのお面お願いします、5個は余裕でいけるよね、子供の頃さ、金まん何個食べれますかとか外人とかが CM して、え、なんで知ってんの、この方秋田の方なのかしら、金まんの CM 見た、え、CM って何だっけ、外人がさ今やってるかわかんない、金まん何個食べますかみたいな、食べれますかみたいな、秋田で CM してたんよ、うーん、ミュー知ってた、うん、知ってる、でもその CM は分かんないけど、明日頑張る、28個食べたって、え、すごっ、それすごいね、すごい、でもめっちゃ美味しいよねあれ、家、うん、に挑戦してほしいのはわんこそば、え、わんこそば食べたい、連れてってよ、なかなか秋田帰れないけど、秋田にあるの、うん、あ、盛岡、あの岩手、冷麺とか、あ、みーでも辛いのダメか、うん、辛いの食べれないね、あ、でもわんこそばいけそう、50杯くらいいけるんじゃない、うん、こんばんは、もっといけるかも、136、136さん、はじめまして、今日何にしようかな、リックス、こんばんは、外人の人が CM で28個食べましたっていう、あ、そうなんだ、あ、なんか金まんでね、なんか懐かしい、まだやってんのかな、で、あとのバスランコってなんていうの、宮崎、一万インプレッション行きたがって書いてあるんだよね、親の声入りすぎてないね、ママが喋りすぎちゃうね、100杯いけそう、100杯食べたい、わかんない、でもあんま食べたことない、みゆちゃんはお母さんにですか、でもママに似てるとは言われます、パパにはあんま似てるって言われないけど、お姉ちゃんが似てるかも、うん、パパに、うん、え、マジ目の色だけじゃん、わんこそばの50杯ってママはすごい、そうなんだ、わんこそばあんま食べた、あ、わんこ食べたことないっていうか、ほんまに食べたことないんですよ、やったこともない、ジャッキーやりたいんですけど、ママがジャッキー、私もやったことない、え、人生でないの、アテシさん、クッキーありがとう、人生であと何回みほ4年生じゃない、何が、うん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 、学校帰りにポメント幸せ、お、ありがとう、みゆみんちゃん、学校お疲れ様、今日もお疲れ、もみじまんじゅうなら何個でも食べれる、もみじまんじゅうめっちゃうまい、え、みちず味好き、あとは抹茶も好き、あれは生もみじってやつ、あ、揚げもみじね、え、揚げもみじもあるけど、あれ生もみじって何、あ、あ、あ、なんかちょっともちもちした、めっちゃ美味しい、あれも、でも揚げもみじが好きなんですけど、揚げもみじはチーズ味が一番好きです、めいめいさん、めいめいちゃん、クッキーありがとう、あやったーさん、だるまありがとう、抹茶味美味しい、また姉子、あ、今日まだ上げてないんだけど、X、キティちゃんのもみじまで食べたいね、チーズ味あるんですよ、揚げもみじのチーズ味マジでめちゃくちゃ美味しいので、なんか生地のちょっと甘さもあるし、しょっぱチーズのしょっぱさもあってマッチしてて、宮島で初めて食べて、
広島駅にもあるよね。にもあるね。美味しいよね。サムエルさん、はじめまして。皆さんよければ。広島駅、美味しいものがいっぱいで困っちゃう。困っちゃう。こんばんは。イベントを7位目指してて、キャンペーン1位目指してるので応援お願いします。チーズ味マジで美味しいよ。一回食べてみましょう。今月末仕事で島根行くので、ついでに広島、広島来てください。美味しいものいっぱいあるので楽しいですよ。楽しいですよってか面白いですよ。はじめまして、イニチオさん。転生したらイニチオになってたけんさん、クッキーありがとう。6年ぶり？いいね、6年ぶりか。結構長年久々だね。ありがとうクッキー。そう、もうあと1日なんですよ。イベントが長かったこの旅。さんハートありがとう、いっぱいありがとう。東北なのでなかなか、さくさんハートありがとう。カニシカさんクッキーありがとう。アツシさんクッキーありがとう。カニシカさんクッキーありがとう。ゆうちゃんはじめまして。ブンドクさんチョコレートありがとう。さくさんハートありがとう。チュ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 これ。8位まで、違う、7位まであと132,403ポイント。応援お願いします。こんばんは。中性でハートなんかい、姉ちゃん来たね。こんばんは。あげたい思い出はキラキラとずっと発射する。スポン。今日何の投稿しよう。 X 兵庫の何サラそば、ワンコそばって似た感じでサラそば飲む。え、食べたい、食べたいですね。サラそばか、いいね。あんまりね、なんかそば自体あんま食べないかも。食べるけどうどんとかの方が多い。そば食べたくなってきた。いいんですよね。こんばんは。ブログ見た、ありがとう。見てね、みんな。今日の分お楽しみチャンネル出るかな。多分今日は出ると思います。みんなアベモ TV 見ましょう。あ、なんだっけ、あ、そう、9時今日の夜の21時から STU48 さん研究生の冠番組 STU48 の1億人にバズれんの投稿なので、間違えました。 STU48 の1億人にバズれんのの日なので、日なので木曜日なので21時からあるので見てください。見ましょう。キラーズさん、アツシさん、クッキーありがとう、ありがとうございます。今日も5位の方までお名前を書かせていただくので、よければ
よければね、応援してくれたら嬉しいです。羽ばたきさん、はじめまして。絶対に今日7位になりたい、何位になりたいし、キャンペーンも1位になりたい。ハチさん、クッキーありがとう。雨も見るよ。もうすぐ、そう、あの2回ずつだと思うから、今回出ると思います。 MTV アニメしか見てない。じゃあよければね、アベマ TV で見ましょう。3期生、研究生の、よければみんな、初めての方もいっぱいリアタイっていうの、リアタイしてくれたら嬉しいです。ミュウも今日リアタイするので、見ましょうみんなで、21時から。ミュウドクさん、カニシカさん、クッキーありがとう。ベジックスメシさん、飛行機ありがとう。リアタイで見るじゃない。何？リアタイで見るじゃない、リアタイしてじゃない。あー、やばいやばいやばい、リアルタイムリアルタイムで見ましょう。いいですか？飛行機ありがとう。ベジックスメシさん、バラありがとう。アメマ TV、 今日は何なんだろう、予告がなんとか回答みたいな、アベマ番組のなんだ、なんていうの、束ねる時間。お腹すいたよ、お腹空いたけど食べたら痛いからな。リアタイするって言った、リアタイするので、リアタイしよう。拘束時間、何拘束時間って。これの方がいい、今日牛丼なんだよ。ん、え、食べたい、でも食べれるかな、いかない、ちょっとだけ食べる今。うん、あ、いいのかな、配信してて。うん、いいって言ってる。クッキーできたの、クッキーできた、まだね、白っぽかったけ、もうちょっとプラス5分。今日クッキーでいいかな、投稿。ちょっと残念の下迫るけど、何、なんか2枚重ねたのか、失敗してる、うわー、いや、わかんない、ちょっとね、膨れていびつな形になってるのもある。味噌タンポ作れるって。味噌タンポ、何、味噌タンポ、きりたんぽが味噌と甘い感じの味噌がついてるやつ、分かんないですね。エミあれ食べたいんだよね、え、なんだっけ、え、なんとか県民テレビみたいな、なんかあるじゃないですか、見たんですけど、ちくわみたいな、きりたん、違う、なんかおでんに入ってる具材で、なんだっけな、ちょっと忘れたんですけど、番組のため、お、大好き、ありがとう。番組のために現場にいる時間拘束、え、わかんない。ママさん、こんばんは、食べたい。ユニアン、ありがとう、今日も大好きよ、ありがとう、うん、もう大好きだよ、ありがとう、ゆうな、ゆうやん、ゆうなん、ゆうにありがとう。今日も嬉しい、ありがとう。25日、もうちょっとだね、まだだけど。あ、そう、県民賞。ちくわぶみたいな。そう、ちくわぶみたいな。なんだ、ちくわぶだっけ、わかんないけど、なんか、この、硬い、ちょっと硬いのか知らないけど、白い、こういう花、そうで、あ、かじるやつがおでんに入ってるらしいんですよ、どの県かわかんないけど、それ食べたいんですよね。あついさん、クッキーありがとう。いぶりがっこ食べながら味噌タンホ、いぶりがっこ食べながら味噌タンホ、お腹空いてきた。それの、あついさん、クッキーありがとう。わたあめさん、クッキーありがとう。ちくわぶはりえち、あ、りえちちゃんの方なんだ、練習頑張る、頑張ります、ありがとう。うちでちょっとキャンペーン頑張るので応援お願いします。
くわぶ、そうちくわぶがおでんに入ってることないんですよ。けどあのみゆのおでんの好きな具はこんにゃく、こんにゃくと糸こんにゃくと白いなんだっけママはんぺんとあと大根が好きですね。ゆにゃんクッキーいっぱいありがとう。チョコレートもありがとう。ゆにゃん広島のお好み焼き美味しいですよ。めちゃくちゃみよ1位にしたいからさっきコンビニだから寒かった。ありがとうゆにゃん本当にめちゃくちゃ嬉しい。ありがとう。こんばんは。ちくわぶうるさいぐらいです。レイチ見てるちくわぶなる先輩さんクッキーありがとう。いやレイチはちくわぶ PR 面白い。なんだえ、じゃあちょっとりえちゃんの地元に一緒に帰って食べたらいいかな。おのぴーよたみさんクッキーありがとう。かにしかさんクッキーありがとう。ソースオタフソースが美味しいです。カープソースも美味しいですよ。人生でポン、あれは牛すじとちくわとごぼう天と大卵。うん、えでも牛すじ美味しいよね。わかるわかる。埼玉県には行ったことありますか。埼玉県え行ったことあるんですよ。なんかパパの親戚が住んでるのかなで、なんか一晩ぐらいでそこで泊まらせてもらってやった気がします。あつしさん、なる先輩さん、クッキーありがとう。皆さんぜひ応援お願いします。バレンタインキャンペーン絶対1位になりたい。クッキーの目描くよ。ありがとう。よしまいただき背脂ラーメン好き。え、広島のさ、なんか尾道ラーメンを見、未だにまだ食べたことないんですよ。春日部知ってるよ。埼玉県って春日部防衛隊があるところだよね。防衛隊あるか分かんないけど、しんちゃんのところだよね。しんちゃんのテーマのゆんやんクッキーありがとう。いっぱい嬉しい。リエチの実家へぜひどうぞ。一緒に夢の国行ってあげた。え、夢の国あんま行ったことないんですよね。え、あの大阪の夢の国にしか行ったことない。ユニアンクッキーいっぱいありがとう。キタさんクッキーありがとう。カニシカさんクッキーいっぱいありがとう。みんなクッキーの応援お願いします。絶対に1位になりたい。カニシカさん、ヒリエさんクッキーありがとう。僕のクッキーたくさん出てオッケーありがとう。ユニアンヒリエさんクッキーありがとう。クレクレね、クレあのミュージカル見に行ったことある、あるんですよね。できた、できたっぽいです。タームさんクッキーありがとう。トールさんクッキーありがとう。マコッピさんクッキーありがとう。マコッピさんありがとうね。クッキー OTK さんはじめまして。STU48 3期研究生の梶原美優と申します。よければ応援してくれたら嬉しいです。中学2年生の広島県出身の14歳の AB 型の左利きの人間です。好きな食べ物はウニと肉とグミが好きです。なる先輩さん、わたあめさん、すばるクッキーありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。応援お願いします。皆様すばるクッキーいっぱいありがとう。ママ何なんて書いてるの、これ男串カプリって何。ママ男しかぷりって何。
感じが。スバルさんクッキーいっぱいありがとう。僕が好きなのはミユです。照れるって。おいおい、オガプリって何？オガプリ、こんばんは。スバルクッキーありがとう。絶対1位になりたいので皆さん応援お願いします。今わかんない？オガプリ、いやわかんない。スバルクッキーありがとう。皆さんよければ応援お願いします。ユニオンクッキーありがとう。スバルさんクッキーありがとう。本当にマジで1位になりたいので応援お願いします。イベントもキャンペーンも頑張ってるので応援してくれたら嬉しいです。スバルクッキーありがとう。別にミユのことすす好きなわけじゃないんだからね。まあ素直になりなよ。素直になった方がいいんじゃないの。秋田県のお菓子だって。お菓子、そらさんクッキーありがとう。素直になった方がいいんじゃないの。シースポだって。え、やだ怖い。そういうことね。やだよ。西川さんクッキーありがとう。まだ到着してないけど電池持ちそう。本当に？よかった。ダメさんクッキーありがとう。今日も電池ミッションクリアだね。皆さんこれにミの名前が入りたいので応援お願いします。絶対1位が1位になってこれが欲しいので応援お願いします。なる先輩さん、ダメさんクッキーありがとう。よければクッキーくれたら嬉しいです。応援お願いします。まあ好きじゃなきゃ何回も何回もミユを見に公演とか話しか行かないですよね。まあそうですよね。なのでまあ好きに、まあまあ好きって素直に言わなきゃダメだよね。あつしさん、だるまありがとう。谷鹿さんクッキーありがとう。巨大な生ハゲ、ママ生ハゲ見たことある？え、ないんだって。小川半島ないよね。それあ、じゃっけ小川って、ママは何、小川わからんって言ったやん。いや、端っこなんだけど、うちからは遠いよ、ね、ママはどこ？大館。あ、大館市か。ママ大館市ってところなんだっけ。弘前に近い。高校生の時服とか、ばあちゃんが大館に住んどるよね、うん、じいちゃんも。じいちゃんも。こんばんは、のりさんクッキーありがとう。すばるクッキーありがとう。え、服とかは青森行っとったんじゃろ。弘前行ってた。すばるクッキーありがとう。ジャスコね、デパートだと思ってたよ。ジャスコって何？スバルクッキーありがとう。いいみたいなもんよ。ありがとう、スバルクッキー。嬉しいです。あ、びっくりさせないでよ。え、もうできた？ちょっと待って、今冷ます。スバルクッキーありがとう。ちょっと時間やばい。X に投稿しなきゃ。弘前僕の母の実家なんだけど。弘前って何？弘前って何？弘前市って青森？イオンがジャスコ。どういうこと？ねぶた祭りとか。ねぶた祭り？ジャスコ知らないんだね。ジャスコって何？ジャスコ知っとるじゃん。わかんないよ。東北の人は知ってる。ジャスコ、グリコは知ってる。グリコ違うよね。ジャスコって何？ジャスコ、あ、呼ばれました。アメリカ、アメ先輩さんクッキーありがとう。よいしょ。もう一回見せますね。これが昔のミユです。これがお姉ちゃん。これが7歳とかかな。これがエンジェルスマイルって言われた顔です。これがちょっとよくわからないですね。で、これがなんかちょっとよくわからない。変わりましたね。人間って変わりますね。歴史の変化みたいな。弘前のラーメン美味しかった。なんかラーメンっていっぱいあるね、種類。可愛いですね、思うんだけど。ありがとうございます。
ちゃ元気な子、めっちゃ本当に。これは奇獣？奇獣って何？お母さんに前田知ってるか聞いてみて。前田って何ママ？前田って何？見て。前田って何？え、すごい。前田って何？あ、スタンド忘れちゃった。前田って何？あ、そう、あ、抑えるんだった。空とともに行こうよ、白い砂浜を見下ろしながら、難しい話はいらない、君が笑ってくれればいい、そう言って君は少し泣いた。昔は可愛かった昔はね、可愛かったんですよ。ねえねえ、どう？焼けたの見せて、あ、見せてみんな。あ、食べた？見せて。その中に見て、ホワイトチョコとペンシルのイチゴをね、したらこんな色になったよ。そこに流し込むの。やります。ハッピチョウって読むんだね。極力薄く塗ってね、固める時間ないよね。あ、周り気をつけてよ、台無しになっちゃうよ私 AB 型だからこういうの得意だよ。 AB 型の A 寄りだからね。あ、でもやばいやばい、A 型ってよく聞かれるでしょ。聞かれる。 A 型か O 型って言われる。なんかちびっこの時びっくりしたもんね。なんか真剣ゼミとかシール貼りとかあるじゃん、幼児さんって、ピッチリピッチリちゃんと曲がらないように貼ってたよね、几帳面に。そうなの、うん、はみ出るのとか色塗りとかすごいこだわって、いやーって言って。いやいやでしょ。おー、どう？かわいい。え、待って、めっちゃ再現できてない？あ、でもちょっと待って、垂れちゃう垂れちゃう。待ってください。あ、ちょっと、どうしようどうしよう。一瞬冷凍庫入れる？待ってください。え、めっちゃ再現できてない？え、めっちゃ再現できてる。ちょっとやばいやばいやばい。なれ先輩さん、クッキーありがとう。かにしかさん、クッキーありがとう。普通の言う。カニシカさん、渡辺さん、クッキーありがとう。固まらないから、チョコレートだけ固まるよね。やばい、一瞬冷凍庫入れようか。全部？じゃあじゃあじゃあ、そのピンクだけでも。え、え、でもさ、あれするなら X 投稿したいもん。だから、投稿するために、も持ったら垂れそうだから、1個のす、1個ちょうだい。それだって、じゃあさ、ちょっと2つ。やばいやばいやばい、ちょっとこの形はちょっとやばい。え、でももっと綺麗な形がいい。これにする。あ、やばいやばい、ちょっとほんまにやんだくそなんだけど、どうしよう。言いたかったのそれなんよ、分かった。え、マジで昨日もお前何やるんかな。やばいやばい、これいいかな。ただの丸になってない、大丈夫。え、ねえ、うん、指でさ、あのくぼみ作ってもよかったね。なんかちょっとくぼみが足りないよね、このハート。それはミエが不吉っていうこと。違う違う、型自体がさ、ちょっとくぼみ少なくない？くぼみアンチ。絶対マジではみ出したくない。え、ちょっとすごい足広げすぎる。いくら？何その構えは。お、いいんじゃない、いいんじゃない2個だけちょうだい。冷凍庫そこ固まらないかな。綺麗なやつ2個ちょうだい。これと、お、 X 投稿しないといけない。今何分なの？これ何時？30分、19時。やばい、何分だった。コントレイルさん、チョコレートありがとう。青い空と共に行こうよ、白い砂浜を見下ろしながら、難しい話はいらない、君が笑ってくれればいい、そう言って君は少し泣いた。あ、いいな。なれ先輩さん、虹色の星ありがとう。渡辺さん、ハートありがとう。マックスさん、クッキーありがとう。かわいいミュウ。マックスさん、クッキーいっぱいありがとう。じゃあこの間に、あのくぼみがない方のやつをにお名前を。あ、ないかな、それ。何だ今日はね。ちょっとストーミさん、マックスさん、クッキーありがとう。え、ねえねえ、ここ水色の方がいい、やっぱり。え、ちょっと待って待って待って、あ、出てきちゃった。それちょっと先っちょ切らんといけん。
足りるかなと思って。マックスさんクッキーありがとう。エクスタンシン全身薄くならせば足りるかな。ありがとう。どれにしよう。これでいいか。いないかな。え、これさ、あ、もう一本あった。あった。あとだい。時間あるか。ちょっとお湯変えようか。ぬるくなっちゃった。ユニアンクッキーありがとう。初見で、初見じゃないでしょ。ユニアン、金鹿さん、クッキーありがとう。アツシさん、誰もありがとう。充電切れる前に立ち消しました。ナイスなんかうまくいかないよ。まだまだクッキー配信するんだったらさ。よし、おつぼんおつぼん。スバルさんクッキーいっぱいありがとう。なる先輩さん、スバルクッキーいっぱいありがとう。くにしかさんクッキーありがとう。しとみさんクッキーありがとう。あ、そんな無理にやらなくて大丈夫だよ。こっち今溶かして。そうなの。捨てていいよ、こっち。あ、食べる。ごめんなさい。懐かしい。オーディションの時、りえちゃんもクッキーに名前書いてくれ。そうなの。なんか上手そう。なんか何でもできそう。絶対、何でもできそう。無限大だよね。かわいい。ひとみさん、な、ルパン八世さん、たたみさん、クッキーありがとう。なんか、都会っぽいよね、あの、いいね。なんか、みーは田舎者じゃっけさ、ほんまに追いつけるようになんか綺麗なお姉さんって感じ。タメさん、クッキーありがとう。そのお姉さんが遊んでくれたんでしょ、いい一緒に。そうだよ、楽しかった、本当にびっくりだった。何が。え、あんな可愛い子がミューと遊んでくれるなんてそうそう、ほんまに、ね、そうなんですよ。リピートがないの夢かと思っちゃったよね。はい、やばい、ちょっと、よいしょ。いい、これちょっと失敗作だ。これ今いけるよ。2個いけない。あれ硬かった。まだ。いや、いける。やばい。いや、みゆのさ、下手くそすぎて。みゆがちょっとね、お湯が熱湯じゃなかったんよね。どうしよう。いや、いけた、いけた。ちょっとまあ汚いけどいいかな。食べるときはトン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 。何見したの？な感じです。あ、見えなくはないね。まあ食べれればそれでいいかって感じなんですけど。分かった。2枚重ねるってことが分かった。え、うん、これ写真撮っときたい。あと X 投稿しないと。え、私の使う？うん、あ、でもそれ冷やして。え、どれを全部取るの。うん、これを、うん、これ自体をまず撮るのよ、写真、うん、これ自体まず写真撮ってから。え、みんなの名前は。え、でもなんかそれはなんか前ね、なんか名前がなんかダメみたいな言われたのね。投稿でしょ。そう、だから配信はいいんでしょ。配信はいいよ。タミさんクッキーありがとう。スパルクッキーいっぱいありがとう。なる先輩さんクッキーありがとう。エジタンチョコレートありがとう。皆さんぜひ応援お願いします。全部帰りなさい。ちょっと帰り、帰り、よいしょ。カニシカさんクッキーありがとう。チョコレートもありがとう。エジタンクッキーいっぱいありがとう。ありがとうございます。今日マジでめっちゃ再現できてるんですよ、ほんまに。何が最、あ、パーマーパーさん、キャンペーンありがとう。チョコレート、なる先輩さん、タニさん、クッキーいっぱいありがとう。ミュー1位塗りたいのでぜひ応援お願いします。アチシさん、誰もありがとう。ヤジタンクッキーありがとう。そして7位まであと 84,163 ポイントなので応援お願いします。頑張ります。あともうちょっとで2位になれます、多分。キャンペーンは
よいさん、エジタン、ケンちゃん、グッキーありがとう。皆さん応援お願いします。頑張ります。ありがとう。パーマーパーさん、ハートありがとう。よいさん、クッキーありがとう。エジタン、クッキーありがとう。よしも行くと広い町で迷います。バイ、埼玉県。え、埼玉県ででも広くない？よいさん、エジタン、クッキーありがとう。じゃあお名前を書きます。それじゃあお名前を書きたいと思います。まず5位、マックスさん。茶色にしようかな。みんな茶色にしようかな、今日。マックス、ちょっと字汚いんだけど許してね。やばい、 A がでかすぎた。やばい、 A がでかすぎた。 M が、え、どうしようどうしよう。 M がでかすぎた。どうしようどうしよう。こんばんは。食べます。あ、ダメか。食べたらちょっとピンチかなみたいな。こんばんは。 M がでかすぎた。ちっちゃった。 A を下に書こうかな。ごめんなちょいだね。下ができんかった見える。なんかやばい、めっちゃ汚くなっちゃった。え、本当にごめんなさいなんだけど、ちょっと、え、本当になんかめっちゃ汚くなっちゃった。どうしよう、ごめんね。トレさん、チョコありがとう。サバルクッキーありがとう。え、ごめん。え、それか小さい方に書くと。あ、そうだ、ちっちゃい方3つにしよう。ちっちゃく描ける。うん、あ、ちょっとじゃあ一回 X の写真を撮りたいと思います。ちょっと時間がね。スバルクッキーありがとう。いっぱい、エジタンクッキーありがとう。絶対1位になりたいので応援お願いします。ありがとう。え、どうですか皆さん。あ、ちょっとまだやばいな。でも大丈夫な感じです。ダン、あ、やばいやばいやばい。あ、まだ固まってないか。じゃあこっち使おう。じゃあ食べちゃって見えるのね。はい、やばい、ちょっとこっちならいいけど。はい、そっちを動画撮る。いい感じでしょ。めっちゃ可愛くない？どうですか。頑張りましょう。そうですね。スターミさん、クッキーありがとう。ありがとう。エジタナル先輩さん、クッキーいっぱいありがとう。嬉しい。はい、じゃあ撮って。え、何をどう撮ればいいの。普通にだよ。写真は。うまい、本当に。動画。動画の方がいいんじゃない。うん、動画じゃない。ここいろいろ映っちゃうよ。いや、こっちだよ。どうしよう、何にしよう。え、なんか喋った方がいいと思うけどな。今日もみんなために作りましたとか、そんな感じ。どんな、何なんて言ったらいいか聞いたらもう何。カニシカさん、クッキーありがとう。スタミさん、チクレットありがとう。スバル、カニシカさん、いっぱいクッキーありがとう。エイジさん、クッキーありがとう。ヨイさん、クッキーありがとう。スバル、クッキーありがとう。スタミさん、チョコレートありがとう。ほんまにいっぱいクッキーありがとう。ヨイさん、エイジさん、クッキーありがとう。萌えゼリフ、ユニオン、クッキーありがとう。え、萌えゼリフはちょっと恥ずかしい。え、何を言う、何を。みんなのためにラブリーちゃんでいいかな。受け取ってとか、そんな感じじゃない。いやだよ。ラブリーちゃんにしますね。これ3人1になってる。え、何にしよう、何にしよう。受け取ってくれ。ユニオンクッキーありがとう。タニさんありがとう。チョコレート、ミーアさん、はじめまして。スタミさん、クッキーありがとう。いっぱいクッキーありがとう。めっちゃうまくない？再現度高い。何にしよう、待って。私映ってないよね。よ、受け取っ、やだやだ、みんなのために作ったよ。キャッ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 。ひとみさん、クッキーありがとう。なる先輩さん、クッキーありがとう。エジットン、ひとみさん、クッキーありがとう。何にしよう。と、あ、連れてきてる、耐えてきてる。女の子なので作れます。どうしようどうしよう。女の子なのでこのぐらい余裕です。
の子なのでこのぐらい余裕に作れます。スタミさん、エジタン、クッキーありがとう。確認して。スタミさん、チョコレートありがとう。もう一回、スタミさん、チョコレートありがとう。女なので何なんて、なんて言ったっけ今。女の子なので、あ、一回お願いします。いくよ、うん、3、2、1。女の子なのでこのぐらい余裕で作れるもん。スタミさん、クッキーありがとう。スタミさん、タミ先輩さん、クッキーありがとう。え、じゃあさ、どうやって見るの？え、ここって映せないよね、自分で。え、違う違う違う、こうやって作るもんって言ってここ映せない、散らかる、汚い。ここの持ってみたら、それおばもと。いや、ここだけ撮りたいの。映っちゃうっけ、さっきの動画とその写真載せたら、お盆の上で、うん、影になっちゃう。うん、え、これ確認した、大丈夫。うん、なる先輩さん、ひとみちゃんだけありがとう。ふとのママが作ったくせ、え、作ってないよね。作ってないですよ。こうしたら明日がは、そう、今回ほんまに全部みーが作ってるんで、私手怪我してるし、ね、そうなんよ、触れないよね。じゃあちょっと X のところの確認をしてもらいます。ママのスマホ貸して、文字をみーの方に送って。え、でもさ、その3位までの名前間に合わなくない？やばい、なんかどんどん汚くなっちゃう。よし、じゃあちょっと名前を先、え、でもさ、ちょっと先にやらないと間に合わない。エジタン、クッキーありがとう。そして順位が変わってるよ。あ、でも5位まで。うん、カニシカさん、シトミさん、マックスさん、スバル、エジタン、クッキーありがとう。マックスさん、ありがとう。じゃあ一回名前を3位の方まで書きます。ちょっとマックスさん、ちょっとめっちゃ汚くなっちゃった、ごめん。でも大きいのがもうなくて、ごめんね、これになっちゃった、ごめん。でも愛情はめっちゃこもってます、ありがとう。ありがとうございます、マックスさん、ありがとう。そして4位の方、瀬戸亜美さん。え、待って、順位が変わってるね。そうなのよ。なるほどね、ありがとう。いっぱい、マックスさん、スバルさん、ユーニャン、ありがとう。ユーニャンが5位に来てるよ。瀬戸亜美さん、エジータン、クッキー、ありがとう。どうしよう、ちょっともう一回今の時点で5位からかける、ちっちゃいのでもいいんじゃない？ダメ？あ、マックさん5位の、あれ順位なんかいっぱい変わるね。ちょっと待って、どうしよう。今の順位書いたら、でもちょっと一回ちょっと X の音ちょっと書いて、うん、スモークして、あ、これしようと、どう、一回ちょっとスモーク置いてていい？うん、タミさん、ありがとう。チタロウさん、ハート、ありがとう。タミさん、クッキー、ありがとう。チタロウさん、ダルマ、ありがとう。エジタン、スタミさん、クッキー、ありがとう。カニシカさん、ありがとう、クッキー。よいしょ、ちょっと待ってよ。
ぱいね、時間が。ヒリエさん、クッキーありがとう。となんだっけ、スバルクッキーありがとう。太郎さんクッキーありがとう。ヤジタンクッキーありがとう。スバルクッキーありがとう。じゃあちょっと、順位は喜んでもして、いやいやいや、でも順位がね、順位通りに。カニシカさんクッキーありがとう。誰から、ちょっと一回ね、